皆さんこんにちは。今回の YouTuber ですね、2023年の2月にセルフォードが5周年を迎えるということで、日本を代表する由美桂さんとセルフォードのコラボレーションアイテムが発売するということで、今回は特別に桂由美先生をお招きしていろいろお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。大丈夫？すっごいデザイナーの山で緊張しております。だってね、もう先生がね、デザイナーにとってはもう、はい、桂先生ってもう本当に見えない、もう見えない、もう見えないぐらいの夢の本当にですよ、ね。すごいことをちょっと今聞いたので嬉しくてちょっと興奮してるんですけれども、何ですか？今、ちょっとデザイナーチームに早速ちょっと伝えに行こうと思うので、ちょっとついてきてください。え、私たちも知らないままでいいです。あ、そうちょっと今内緒の話を後で言いますね。わかりました。お疲れ様です。お疲れ様です。今日実は重大発表があります。何ですかブライダルファッションのデザイナーの巨匠といえば桂由美さん。正解。その桂由美さんとセルフォードがコラボレーションすることに決定しました。びっくりした。めっちゃ楽しみだ。頑張りましょう。来年発売に向けて頑張りましょう。今の中の声聞きました？すごかったです、ね、私も本当さっき電話で決まったっていうのが聞いてちょっと本当に興奮してたんですけど、デザイナーたちもみんな本当にすごい興奮し、すごいうるさかったですよね。ちょっともう興奮し続けて、ロレスも待てないんですけれども、2023年にセルフォードが5周年を迎えるということで、その時に、向けてちょっと頑張っていこうと思います。ちょっと楽しみです。ドキドキです。楽しみにしててください。はい、では改めまして、桂由美先生と由美桂のアクセサリーデザイナーの藤原さん2名をお迎えして、今回のコラボレーションアイテムについていろいろお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではまずですね、今回のコラボレーションアイテムのラインナップの説明から山根さんお願いします、はい、今回4型ご用意させていただいて、一番左のミニドレスグリーンのですね、グリーンのですね、こちらはピンクとミントとブラックの3色展開やらせていただきまして、後ろも着れるっていう特別な一着になっております。こちらのジャージミニドレスですね、柄がついているんですが、うん、肩が少し見えているここがフレアになったドレスをホワイトとパープルとブラックの3色展開でご用意させていただいてます。でこちらの弓レースを使ったリボンレースドレスですね、はい、弓ラインのドレスを3色展開で、はじめさんが着てるこちらとホワイトとあとブラックの3色展開で、私が着ておりますチュールのロングドレスをこちらの2色展開でお作りしました。アパレルはこのドレスの4型ですよね、はいはい、であとこちら、はい、雑貨を3型やっております、はいはい、シューズとヘッドドレスとショールをやっております。ヘッドドレスこちらです。レースも新しくね作っていただいたわけですけど、棒の真ん中にうちのマークが入ってるんですけど、はい、そう、リボンの中に実はこの YK っていうのも潜んでいるんですよね、ちょうどここに見えているユミカツラさんのロゴですね。オリジナルのレースドレスっていうのはデビューからずっと不動で大人気のドレスだったので、はい、セルフォードのアイコニック的なドレスなんですよね、はい、そのドレスを今回そのユミカツラさんとコラボレーションアイテムとしてできたっていうのはブランドとしてもすごく嬉しいなって、うん、なおかつそれユミラインですからね。そうですよね。ご両者が本当にコラボしたっていう感じのデザインでまとまったと思います、はい、これ大変だったのほら1回目の時にここに切り替えがあって、それはなしでやってくださいっていうのをよくすごいやったと思って、うん、はい、上がりの時すごい綺麗で、はい、弓ラインの再現をすごく頑張りました、うん、あとは弓かつらの要素としては弓ラインだし、うん、はい、立体的なバロの再現と、うん、あとウェディングでいうとモノマテリアルって一つの素材だけで作る、うん、ほんとシンプルなドレスを、うん、ああいう形でまとめて、はい、くださったっていうのがすごいなと思ってて、いただいた資料とか、うん、あと実際にサロンで見させていただいた時のチュールの重なりでしたりとか、うんうん、あとこのリボンのなびく表情だったりとかを参考にさせていただいて、うん、再現できたんじゃないかなと思ってます、うん、
かに修正の時も本当に先生が、うん、本当にライン1ミリ単位で指示をいただけるので、それは私たちも元からそういうやり方をしていこうっていうブランドだったので、本当にベクトルが一緒というか、本当に共感できたし楽しかった。今こう話しながらも、このドレスもさっき言わせたうちのもう大事なアイテム、後ろのくるみボタン、そうですよね、ウェディングね、ここのね、ちょっとあの立ち上がらせてこれは結構由美桂さんのウェディングドレスのこの後ろなのに前に行きましょうみたいな、そうで、ね、結局これこっちでも着られるしこっちでも着られるしっていうことにねさせていただいたんですけれども、この今も私も展示会場でこれ着てたんですけれども、由美桂さんのデザインって分かる方がやっぱりファッション業界の方結構何人もいて、本当に先生が作ってきたものって本当にすごいんだなってすごい改めてこう実感させていただきました。楽しかったですよね。楽しかったです。すごく良かった。これは今回は2色なんですけど、はい、大体3色展開にさせていただいてるんですけど、色味とかもコラボレーションならではのこう発色だったりとか、うん、なんかそういうのもこう注目して見ていただけたらなって思ってます、はい、一番私は新鮮だったのはやっぱり黒なんですね。先生はこうね、ウェディングドレスってこともあって白に囲まれてというか、そうそう、ね、お仕事することが、ね、多いと思うんですけど、まあ、今日はね、あのターバンもね、このお洋服もこのピンクを召されてると思うんですけど、先生のお気に入りの色とか好きな色とかね、ネイルもそうですね、なんかあったりしますか？私デザイナーはね、好きな色を作っちゃいけないって言ってるんですよ。何が流行するか分かんないわけでしょ、うん、その時にその色は私は嫌いだから作らないって言ったら、それはお客様に対してすごい失礼なことだし、この前お会いした時は全部紫で統一されてたんですけど、お正月はね紫、あ、やっぱりその時期に合わせて季節に合わせて、はい、ですからこれから、ね、あの桜の季節になるんですよ、はい、ただここも薄いピンクにして、5月になったら藤の花が咲くので、はい、薄い紫をね、真夏は白とブルーでね、そういう風にこうあの色決めをされてたんですね。先生のオフになる瞬間だったりとか、好きな、 なんか趣味だったりとか、なんかそういうのってあったりするんですか？ここね、やっぱりね、あ、ここちゃん、ちゃん、あのここちゃんっていう、そうなんですよ、着物を買ったことって全然なかったわけ、そうなんですか、本当仕事に追われてて、ところが今回はね、ニューヨークも来ちゃダメね、パリも、ね、パリコレもできない、はい、日本のイベントもほとんど中止になっちゃって、うん、はい、そしたら山野愛子さんがトイプードル飼ってるんでね、ちょうどその親戚のが生まれたばっかりだから、はいはい、あの飼ったらどうですかって言って、はい、いや犬って飼ったことないけどって言ったら、いや私は面倒を見るから大丈夫ですよって言ってくれて、今でも毎週ねシャンプーに一緒に連れてくれるんですけど、そうなんですね、ここちゃん、私たちもその修正の時にね、あのお会いしたんですけど、私たちにとってやっぱり先生ってもう偉大なる方だったので、ドキドキハラハラだったんですけど、その時にここちゃんがチョコ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 してなんかここにいてくれたりとかしてくれたり、そう、本当に私たちにとってもそのここちゃんの存在っていうのがね、すごく癒し、私の取材よりもこの頃ここの取材の方が、うちのココはオスなんですけど、はいはいはい、でメスなので、うん、ちょっとドレスを誕生日の時に着せたいと、うん、デザインしてくださいって言うから、58年この仕事してきて、犬のドレスをデザインするって初めてだったんだけど、徹子の部屋でちょっと紹介されたんですよ、はい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 、それで評判になっちゃって、この頃犬のドレスの方で頼みにいらっしゃることも、じゃあ今度ぜひコラボでいかがですか？今回弓ラインだったりとか弓リボンだったりとかローズ弓だったりとか、先生がこうお作りになったラインだったりとかいろいろあると思うんですけど、それの誕生秘話とか、なんかもしくはなんかこだわってる部分だったりとか、 そこを聞きたいかもしれない。1981年っていうのは、はいはい、チャールズ皇太子とダイアナ妃が結婚した年なんですよ、うん、はいはいはい、それでその年にたまたま偶然ですけどアメリカから頼まれてジャパンファッションフェアJFF っていうね、うん、ジェトロがニューヨークで主催して大きな展示会を開いたんです。それなぜかというと、日本製品っていうのは安かろう悪かろう、ワンダラーブラウスっていう名前があって、日本のブラウスは1ドルで買えるっていう、そういうあれが伝わってたんですね、はい、こんな素晴らしいものも日本ではできるんですよっていうのを大展示会をニューヨークでやろうっていうことになって、ところがウェディングドレスやってる人が誰も日本でいなかったから、
うちに頼みに来たんですね、はいはいはい、私組合も入ってないし、うん、無理、時間もあんまりないし無理じゃないかって言ったんだけど、うん、どうしてもウェディングドレスが綺麗だから飾りたいっていうことになったので、そしたらもう絶対失敗するのは嫌だと思って、はい、3着出来上がったウェディングドレスを持って、何十枚かのうちの作ったドレスですよね、写真を持ってニューヨークへ私すぐ飛んだんですよね、はいはい、バグドルフ・グッドマンっていうデパートのブライダルの専門の人とウェディングっていう雑誌の編集長とに見てもらったんです、はい、日本のシルクって綺麗ね、素晴らしいって、うん、だからこれはきっと受けると思うわっていう、うん、それからあなたのデザインがねとてもデリカシーがあると、うん、だいたいアメリカ人っていうのはその今はそうでもなくなりましたけど、その当時はウェディングドレスでもね、四角い襟ぐり、三角の襟ぐり、丸い襟ぐりってこうなってるんですよ、うん、あなたのスイートハートネクライン、こうなってこう来てるっていう、ね、その辺があの、ね、アメリカ人っていうのはもう非常にたくさんの民族と趣味のね違いもあるから、きっとこういうデリカシーにあるものを好きな人がね、うん、絶対行けると思うわよって言ってくれたんですよ、うん、ただその時にあれだけどどうしてこんなに若い人向きのドレスばっかり多いのと、うん、パクソリウムでねこう、はいはいはい、でちょうどチャールズ皇太子とダイアナの日のすごくロマンティックだったでしょ、うん、いわゆるクラシカルロマンみたいなこう感じですよね、はい、トレンが長くてね、はい、アメリカって結婚年齢がね10代の学生結婚みたいのもあるけども、30、40、50ぐらいになって結婚する人もいると、もう少しそっちの方をこう向けて作ったらどうって言われたんですね、うん、私服装の歴史、服装誌っていうのが大好きで、とても服装誌はよく勉強してたんですけどね、そしたらスカートがだいたい極端に大きくなる、うんね、それがチャールズ皇太子のダイアナ妃の時のあのドレスなんだけれども、はい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 、そうするとその流行はだん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 スカートが小さくなるのではなくていきなり細くなるんですよ。それは分かってたからそのユミラインっていうのを考えたのね。着物の後ろ姿みたいなデリカシーのあるね、はいはいはい、ラインにしたいっていうふうに思ってて、でそれを出したんだけど全然売れなかったのね。それ2年経った時流行が変わったわけですよ、はい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 、もうこれはおしまいだって出た時に誰もその細身をやってなかったわけ、はい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 、それであのアメリカで注文するのにユミラインユミラインって呼んでくれて、アメリカ人がつけてくれた名前なんです、ね、そうなんですね。日本人はせいぜい25、6歳で結婚しちゃうっていうことだったから、はいはい、全然これ出なかったんですよね。それで10年ぐらい経った時になんでニューヨークであれ出して日本のお店では買えないんですかって言うから、うん、いやそんなことありませんけどあなた着るんですかって言ったら、着たいですよ、だけど全然先生出してないじゃないですかって言われて、15、6年ぐらい経ってから日本は初めて店に出したんですけどね、最近ですよ。やっぱり多様化してきたから結婚年齢も多様化したり、確かにあの年齢層ね、だからこの頃はだいたい4分の1か多い時は3分の1ぐらい来てますけど、最初はそんな状態だったんで、いろんなことありましたよ、あと58年もやってた。いやーそうですよね。でも足元にも及ばないから、いや本当に。はい、というわけで今回コラボレーションアイテムの話からいろいろ聞かせていただいて、もっともっとちょっと先生のことを聞きたいところではありますが、今回はコラボレーションアイテム、ドレス4型、あとはパンプス、あとはこちらのヘッドドレス、ケープの計7型、ユミ・カツラさんとセルフォードでコラボレーションアイテム作らせていただきましたので、皆様もぜひお手に取って、であのもし試着とかできる方はあの店頭とかで試着してぜひこう身にまとっていただければ嬉しいと思います。うちブライダルが中心なので、はい、どうしても花嫁さんとかそれから参列してるねお母様たちの衣装で結婚式場とかホテルでしか見られないじゃないですか、うんうんうん、でも今度はお手伝いしたことで街中をこういうドレスで、ね、着て歩いてるところぜひ発見したい、はいね、楽しいお仕事をさせていただきます、はい、いやいやこちらこそです。本当に貴重な機会をくださって、うん、先生も藤原さんも本当にありがとうございました。では皆さんコラボレーションアイテムぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。